YouTube 日本語学校。単語。リピートしてください。運転免許。運転免許。ボンネット、ボンネット。未満、未満。田中さん、さっき、車のボンネットに、緑と黄色のマークがついていましたよね。はい。あれは、どういう意味ですか？あれは、運転免許を取って、まだ、1年未満だという意味です。ああ、そうですか。リピートしてください。あのマークはどういう意味ですか？あのマークはどういう意味ですか？あのマークは運転免許を取ってまだ1年未満だという意味です。あのマークは運転免許を取ってまだ1年未満だという意味です。はどういう意味ですか？意味を質問するとき使います。答えは、という意味です。という意味です。の前の動詞は、普通形、命令形、禁止形を使うことができます。例文です。このマークはどういう意味ですか？ここで、止まらなければならないという意味です。ここで止まれという意味です。どちらでもいいです。練習しましょう。このマークはどういう意味ですか？普通形、触ってはいけないという意味です。触ってはいけないという意味です。禁止形、触るなという意味です。触るなという意味です。このマークはどういう意味ですか？普通形、ここに車を止めてはいけないという意味です。ここに車を止めてはいけないという意味です。禁止形。ここに車を止めるなという意味です。ここに車を止めるなという意味です。このマークはどういう意味ですか？普通形、まっすぐ行かなければならないという意味です。
まっすぐ行かなければならないという意味です。命令形。まっすぐ行けという意味です。まっすぐ行けという意味です。このマークはどういう意味ですか？普通形。ここでタバコを吸ってはいけないという意味です。ここでタバコを吸ってはいけないという意味です。禁止形。ここでタバコを吸うなという意味です。ここでタバコを吸うなという意味です。このマークはどういう意味ですか？普通形。ここに入ってはいけないという意味です。ここに入ってはいけないという意味です。禁止形。ここに入るなという意味です。ここに入るなという意味です。このマークはどういう意味ですか？普通形。ここで止まらなければならないという意味です。ここで止まらなければならないという意味です。命令形。ここで止まれという意味です。ここで止まれという意味です。このマークはどういう意味ですか？普通形。ここで写真を撮ってはいけないという意味です。ここで写真を撮ってはいけないという意味です。禁止形。ここで写真を撮るなという意味です。ここで写真を撮るなという意味です。この授業はここまでです。では次の授業で会いましょう。繰り返し何度も練習してくださいね。チャンネル登録お願いします。いいねボタンもお願いします。